これ私今一切邪魔してるわけじゃないですよ、ただ撮ってるだけなんでね。でなんでこれ撮ってるかというとですね、山本さんは私今しがたですね選挙カーとすれ違いました。で外間からですね、こっちの方へ浜の方へ曲がってくる農道の方を通っておられました。でこれ立って話してるでしょ。で車で話してるんだったら分かるんだけど、車今見失ってるからね。せやけどアンナンが、どこかへ行ってるというわけがないんでね。どこかへ行ってるというかこの本人と一体になってるところはないので、見てますけども全然車はないので、つまりスピーカーを2つ使ってるということですよ。まあ110番したってもええんだけども、せやけどもまあ一応記録として残しときますね。こういうことというのは岸和田の市会議員の選挙でもですね、もうね私は指摘をしたことがあるんだけど、こんなことしてええんやったら何もでもやるでということなんです。ほんでこうついでやから言うときますけども、泉でマスクかぶってるバカがいてますよね、デルフィンね。あいつがひどいのは選挙の時に、マスクをかぶっておるから本人か本人じゃないかわからんわけですよ。ほんで影武者のようにですね、そういうもんを使っておったと。で2011年の初めての選挙の時にはそうしたっていうのも聞いてます。でその人が言うたのは、まあ、知ってますからね本人。ほんで本人に対しておいって言うて言うたら、向こうは中身は知らんわけですよ、違う人だから。ほんであんた何ですかみたいなね、そういうことになってたということなんです。でもう最近はさすがにやらんやろと思ってたら、もう今しがた他の議員から聞きました。全然山っかのとこで会うて、ほんでそこで話をしてんのを見てたと。で見ながらもう一目散に浜の方へ降りていったと。で浜の方に行ったらまたおるやないかいと。で車で降りてきてそれより早いわけないやろということなんですよね。で本日もですね、泉中央の辺で立ってですね、関東君とこの向かい家で立ってたでって言って関東君言うてましたけども、あれは本人やったって言うんですよ。替え玉使ってるやろって言ったら本人やったって言うんだけども、まあ、他の議員候補者ですよからも聞いてますんでね、マスクかぶったらその影武者何にも何にもね立ててええというわけではないのでね、これも一緒ですよ。でたすきをしてたというふうに言うのでね、そういうことでもう選挙違反のようなことをするんやったら、みんながだから候補者のたすきかけたりね、候補者のマスクかぶってよ、スケキヨじゃないんだからね、スケキヨマスクかぶってもう何人も出てきてですよ、泉宇宙もですよ、泉中央もですね、篠田山も北篠田もね、どこの駅でも立ってる、でララポートにも立ってるというようなね、ここでも立ってる、そんなようなことをしてええのかということですよね。もうむちゃくちゃですからね。まあ一応これは選挙カーとこのマスク、マイクとですね2つ使ってますよというようなことをここで記録をしておきます。